スカジャン、横須賀ジャン、横須賀出身の赤いもんこと加山あかねです。この動画では北九州記念の3連複予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが11番テュラベスーラです。高松の宮記念3着の実績があるにもかかわらず、未だに重賞未勝利の馬ですが、今回は状態面が今までに比べるとさらに良いコンディションで挑める状態で仕上がっており、初重賞制覇があるとすれば今回は狙い目と判断して本命に選びました。また気になる右回りの適性についても、スワンステークス4着の実績があるように、右回りが全く走らないというわけではないので大きな問題ではないと判断しました。今回は3連複一等軸流しで11番トゥラベスーラから4番サンキューユーガ、5番エナジーグラン、9番ママコチャ、12番テイエムスパーダ、16番スマートリアン、18番モズメイメイ、以上の6頭に流した3連複15点で的中を狙いたいと思います。今週は札幌記念の予想も公開しておりますので、ご視聴お待ちしております。